ヒットロールはイタリアの兵器会社王とメラーラが製造するリモートウェポンステーション。名称の一部のロールロールはリモートリーオペレーテッドライトエレクトリカルの短縮系である。ロソマク8輪装甲車に搭載されたヒットロール 12.7mm タレットには 5.56mm、7.62mm、12.7mm の 機関銃や 40mm 自動的弾銃などの様々種類の軽量な自動火器が搭載可能である。火器はジャイロで安定化されている。タレットの重量は搭載火器の種類によって 210kg から 260kg の間である。重種の遠隔照準装置には通常の可視光線カメラに加えて赤外線カメラ及びレーザー測距儀が追加されている。 重手は射撃統制コンピューターの支援を受ける。射撃統制コンピューターは重手の移動標的への追従を援助する。2009年にイタリア陸軍はアフガニスタンでイベコ LMV に装備するために81機のタレットを発注した。ン年間によればシンガポール海軍は2013年8月にヒットロールタレットを発注している。総計16機のタレットが シンガポールのハッティの沿岸任務官邸用に発注されたヒットロール採用国を青く塗った地図オートメラーラヒットロールを使用する車両船舶、ありがとうございます